さあ、それでは、次アクティブでございますが、その前にですね、一応アンプのセッティングを、ちょっと映ってないので、口頭で言っておきます。一応今原因が、クリップが光らない程度でセッティングしています。でイコライザー、VPF と VLE は、オフってます。でボリュームですね、マスターボリュームは今9時の状態で、両方今鳴らしているところでございます。じゃあアクティブいきましょう。まずとりあえずこの中の、基板についてますちっちゃなトリマーがあるんですけど、トリマーがですねこのアクティブのゲインコントロールトリマーです。今、まあ、買ってまだ全然、まあ、1回開けたんですけど、触ってません。なので、まあ、さほど音量差はないと思います。今イコライザーが全部一応これで全部、センタークリックのところでフラットになってますので、一応今パッシブですね、パッシブとアクティブにした時の、音量差というのをちょっと聞いていただければと思います。まずは、ピックアップは両方とも、弾きます。今パッシブです。次アクティブに行きます。若干こう下か下の方が持ち上がるみたいな、印象ですが、まあどのベースも結構なかなかそういう、プリアンプが多いですよね。そのまま吸う音が持ち上がるってことはやっぱり、難しいのかなという気はしますがさあそれでは、せっかくアクティブにしましたので、まあ皆さんご存知でしょうけど一応解説します。まずこちら、ベースです。周波数固定です。 20Hz 結構、プリアンプとしては低域の、固定で、ここを今こうセンターでこちらでブーストこちらでカットっていう風になります。そしてこちらですね、このベースといいますか最近も流行りですね、ミッドのコントロールです。二軸になってます。で、これも同じようにこちらに回すと、ブーストこちらに回すと、カットになります。で、この下がですね二軸ですね、こちら二軸になってます。でが、フリーケンシーという周波数を、変えます。一番、こちらに回すと見にくいですね、80Hz というふうに書いてましたね。でこれから、こうやって、回していって、これが 2kg って書いてあったかな、多分 2kg です。この周波数帯で、自分の好みのポイントのところをで止めて、ブーストをカットするというつまみになっています。そして、こちら、トレブルです。これも、センタークリック付きで、トレブルが10キロの周波数固定ですね。で、ブーストカットという風になっています。と、先ほどパッシブの時に説明し忘れたんですが、このボリュームの下にある二軸のこれが、トーンコントロールなんですけど、マスタートーンといいまして、いわゆるパッシブでもアクティブでも使用できる、聞くトーンコントロールになってますので、ね、EQ でちょっとトレブルを上げて作ったけど、ちょっと耳が痛いという時にトレブルを下げるよりもトーンをちょっと絞ってやるというふうな使い方で、使えると思いますので、そういう感じでございます。それではいきましょう。まずフラットですね。フラットで、両方ですは、
いたからいいですね。フロント行きましょう。フロントです。次、そのままリア行きますね。まああとはトーンで、音を調整したりできるんですけど、でね、アクティブですので今度はこの EQ いきましょう。これもね、世界中の人が上げているので、まあ軽く触りだけいきます。まずブーストです。もう大変です、トレブルとこのベースブーストしすぎると。いきますよ、トーンはフルテンですね、両方です。半分から3割ぐらいカットしましょう。次、先にベースいきます。これも大変です。3割ブーストです。次はカットですね、3割カットいきましょう。感じです、ここもちょっといきますか。ミッドですね。80を、ちょっとブーストします。
80ですね。80をカットしましょう。せっかくですので、真ん中センター、ここはですね多分400とか450、500とかその辺なんですよ、ちょっとブーストします。カットしますね。でございます。僕の、セッティングをちょっと聞いてもらいましょう。ブーストトレブル2割ほどちょっとブーストして、フリークエンシーをちょっと上げます。多分800ぐらいだと思うんです。この辺がも、同じように同じぐらいにブーストします。一応ラインの、僕の好みの音としてはこの音かな。したときにレベルが上がっちゃうので、その分をボリュームで抑えるといいのかもしれませんね。感じです。一応、
ね、アンプによって、まあ、いわゆるエアの音ってアンプでいろいろ左右されると思うんですね。あとこのキャビネットの大きさ、ヘッドね、に左右されると思いますが、僕以前の動画の時はですね、TC エレクトロニクスのコンボアンプ、250W の、15インチアンプのエア音を、アップさせていただいたんですけども、あれもでそうですし、これもマークベースもそうですけど、ラインの音に近い音が、出てきます。でなおかつこのマークベースに関しては、ミッド、ちょっと低いぐらいのミッドですね、真ん中よりもらへんがこう押し出してくる感じがあるので、アンサンブルでもですね非常に抜けが良くて、聞きやすい、アンプでもありますけどもね。それと、まあ、この3バンドの組み合わせでエアの音を作っていただいてもいいですし、ここで音を作って、その音をこのアンプのヘッドで EQ で、調節するという作り方もあると思います。以上、アクティブの音を聞いていただきました。